こんにちは。今回はですね、バスドラのダブルですね。僕の場合はですね、ビーターがドンドンと、両方ともこう2打ともフルでバーンバーン、こうじゃなくてこういう感じで、踏めるように、踏んでます。まあ、いろんな踏み方があるんですけど、まあぶっちゃけちゃんとリズム通り踏めて音しっかり出てれば何でもいいんですけど、踏み方は、まあ、僕の場合はこんな感じでやってるというのを紹介したいと思います。まあ、スライド奏法、見かけスライド奏法って僕はよく言ってますけど、あの、なんちゅうのかな、ヒールダウンで打つのと、その後はヒールアップで落とす感じ、これの繰り返しで、手でやるとこういうイメージなんですね。ポンポン、つま先上げてビーター返して、つま先でヒットして2打目は奥に落とすだけみたいにして、奥に落とすときにこのままこうじゃなくて、2打目はこっからつま先上げてビーター戻して足のひらごとドーンと落とす。1打目つま先若干上げてヒットします。2打目はこのままこういくんじゃなくて、またつま先上げながら落とす。連続でいくとトン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 という感じですね。足は1回上がって落ちる間に2個、こういう感じでやってます。どうぞ。僕の場合は手前遠く、こことこっち、踏むわけですけど、まあ、普段何もしてない時はかかと落ちてます。で、1打目打つ時にビーターを返して手前に、でつま先で踏みます。もう一回いきますよ。こっからこう、そして2打目は奥に落とすだけ。もう一回いきます。1打目2打目連続でいきます。手前奥、それで結構やりがちなのが、こっから手前踏みました、こっからドンみたいな、これだとならないですね。押してもダメなんですよ。ここが結構大事で、ここからビーター返すためにはつま先が浮かないといけないので、こっからつま先浮かしてビーター返して奥に落とす、こうですね。ビーターはドンドンと大きく2個振れます。で、1打目打つときにここでなんて言うんだろう、プレートが返ってきたのを打ち返す感じ、ここからパーンと打っておく。一瞬離れてます。ぶっちゃけ本当は離れない方がいいのかなって思うんですけど、まあ、ギリギリかすめるつもりで弾いてるんですけど、離れてますね。一瞬離れて、もう完全にリリースしてつま先でこの動きで踏んでから奥に落とすときにこう行かないで、こっからつま先上げて、上げるって言ってもこっからもうこれぐらいで済むんですね。本当もう2センチか1センチぐらいだと思うんですけど、こっからつま先上げて奥に返ってきて落とす。こうしたらビーターがドンドンといきますから、こうですね。してつま先こう打つとき、足上げてこっから上げるときにこうです。ちょっと難しいな。こう、膝は1回上がって落ちるまでの間に2個なんです。ワンアクションで、2打です。こっからこうの極点、床でやると極点、こっからこうのこう、こういうことですね。床でやるとやりやすいんですけど、こっからこう、
しいですね。口で説明するのがなんと難しいんですけど、こうなります。リバウンドを取るという感じになりますね。ほよよんドーン、ほよよほんドーン、ポンポン、ほよんドーン、はい、悪い例も一応いきますよ。じゃなくてつま先浮かさないとこれ返ってこないので、ビーター浮かして叩くで奥に落とすときもこうじゃなくて、ここから戻して奥に足のひらごと落とす、これですね。こんな感じでやってます。参考になさってください。てな感じででしてね、まあビーターがフルにバンバンというのもめちゃめちゃ速くなってきたらどうしてもドゥルッドゥルッドゥルッってなってますね。参考になさってください。ありがとうございました。